なんと乱れる敵北斗現れり。バトルボーナスゲット。ふざけやがって。次に死にたいやつ、前に出ろ。こいつだぞ。面白い。貴様の気力根こそぎ奪い取ってくれよ。生き続けろ。死ぬなよ。今の時代、この不幸な時代にお前の北斗神拳が必要なのだ。涙を笑顔に変えるために。なんと乱れる時北斗現れりという。ならばお前と戦うのが俺の宿命。こいつだぞ。面白い。貴様の気力根こそぎ奪い取ってくれよ。サウザー、この石段は衆の悲しみ。貴様が今まで重ねてきた罪の重さ、一歩一歩噛みしめて登ってくるがいい。何？なんと乱れる時北斗現れりという。ならばお前と戦うのが俺の宿命。愚かな男よ、どこまでも悲しみを引きずってゆくつもりか。だがこの聖帝は違う。はい。兄たちより先にこの墓に果てるがよい。確かに飛行をついたはず。兄たちより先にこの墓に果てるがよい。確かに飛行をついたはず。なんとと北斗、2000年の争いに決着をつける時だ。俺は南斗政権最強の男。ゼタ。
極星は一つ、天に輝く天帝は南十字星、この聖帝サウターの小生なのだ。確かに飛行をついたはず。ここは任せたぞ。兄たちより先にこの墓に果てるがよい。確かに飛行をついたはず。せめて一切れ貴様の体に衆の剣を浴びせたかった。だが貴様を倒すのはあくまでも乱世の剣、北斗神拳。サウザー北斗クレチ剣。人は苦しまねばならん。愛ゆえに人は悲しまねばならん。愛ゆえに、愛ゆえに、愛ゆえに、愛ゆえに。みなしごだった俺は、なんと法王権の先代継承者オーガンと言われた。このなかったオーガンは俺を実の子のように育てた。先生、うん、いいぞ。俺はどんな厳しい修行にも耐え、一つの技を体得した後、あの大きな手、大きなぬくもりに抱かれる喜びのため、俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王、帰還、こびぬ、顧みぬ。白い貴様の気力、根こそぎ奪い取ってくれよ。サウザー、この石段は衆の悲し。貴様が今まで重ねてきた罪の重さ、一歩一歩噛みしめて登ってくるがいい。俺の剣の前ではお前の動きなど止まって見えるわ。今こそなんと屈辱の歴史に終止符を打つとき。俺はなんと聖剣最強の男。ゼタ極星は一つ、天に輝く天帝は南十字星、この聖帝サウザーの小生なのだ。確かに飛行をついたはず。
撃は食い。おは我が師王外、この聖帝十字領は偉大なる師王外への俺の最後の心、そしてこの俺の愛と情けの墓でもあるのだ。遊びはこれまでだ。聖剣士郎、これは無駄だ。何？聖剣士郎。滅びるがいい。お前の信ずる愛と共に体が、お前の体の謎はこの私が知っている。来るな。時そこから動くな。手は借りぬ。もしや飛行も。お前の鼓動と血の流れが俺に謎を解かせた。経絡とはいわば血の流れ、神経の流れ。飛行とはその要。もはや貴様は帝王という鎧を剥がされたただの人間に過ぎぬ。ウザー、オクト、クレツケン、俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王、ヒカル、コミル、カエリミヌア。サウザー、オクト、クレツケン。俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王、誓う、コミル、カエリミヌア。出た。歯向かう者には自信あるのみ。確かに飛行をついたはず。決勝。お前が我が息子、島の面影が見える。早く言わない。私の陣の星の血は間違っていなかった。行け剣士郎、そして時代を開け。お前を見ているぞ。なんと乱るる時北斗現れりという。
ならばお前と戦うのが俺の宿命。サウザー、終わった。俺の剣の前ではお前の動きなど止まって見えるわ。今こそなんと屈辱の歴史に終止符を打つ時。愛を心に刻みつけた者の剣。とどめだ。極性十字剣。バカ。鋼鉄をも切り裂く俺の剣を受けて、その程度の傷で済むとはな。確かに飛行をついたはず。貴様の体の謎は未知。すまんな。鋼鉄をも切り裂く俺の剣を受けて、その程度の傷で済むとはな。確かに飛行をついたはず。俺は戦うことでしか剣やお前たちに報えない男だ。なんと最強剣スザン伝承。おう、なんと乱るる時北斗現れりといい、ならばお前と戦うのが俺の宿命。サウザー、北斗上毛昌派。ならばついてこい。剣士よ、俺は聖帝、愛も情けもいらぬ。俺の体には生まれながらに帝王の血が流れているのだ。サウザでも剣の前ではお前の動きなど止まって見えるわ。今こそなんと屈辱の歴史に終止符を打つ時。様は神が与える。僕と振り付け。無駄だ。
俺の剣の前ではお前の動きなど止まって見えるわ。今こそなんと屈辱の歴史に終止符を打つ時。サウザ不死の剣天破滑殺。これから襲いかかる敵を倒す。これはお前にとって初めての真剣勝負。しかもお前は目を塞いで戦わねばならない。手加減をするな。これこそ継承者への指剣の鋭さにかわすにもかわせなかった。先生、王冠先生、お前に教えることは何もない。先生、何でない。なぜ、愛ゆえに人は苦しまねばならぬ。愛ゆえに人は悲しまねばならぬ。愛ゆえに、愛ゆえに。サウザなんと大王剣に構えは俺は戦うことでしか剣よ。なんと乱るる時北斗現れりと。北斗、俺は聖なんと俺は戦うことです。なんと乱るる時受けてみよう。変装を十字砲。滅びるがいい。お前の信じる愛と共に。確かに飛行をついたはず。我が剣にあるのは俺の胸に落ちてくる。
帝王の剣、なんと鳳凰剣に構えはない。敵はおのずからひざまずく。だが怪盗の敵が現れた時、帝王を自ら今日捨て立ち向かわねばならん。すなわち天正十字砲、帝王の誇りをかけた腐敗の剣、天正十字砲。ならばその礼に応えてやろう。あとは二人の能力が勝敗を分けるのみ。天空に二つの極星はいらん。帝王の誇りをかけた腐敗の剣、とどめだ剣士郎。北斗神拳王位天下格殺。天下喝殺の奥義は闘気、すなわち戦う気迫を持って触れずして飛行をつくことにあり、調整を落ちるべし。正確には俺の飛行の位置はわかるまい。なんとの将の体に傷をつけた罪、償ってもらうぞ。おお、すでに飛ばず、貴様は翼をももがれたのだ。俺は聖帝サウザー、なんと六星の帝王、光る、こびる、顧みぬ。うわあ、帝王に敗北はない。宇宙剣を、この俺の死でさえ情けで見送るのか。法王の聖帝の夢はついえたか。お前に聞きたいことがある。愛や情けは悲しみしか生まぬ。なのになぜ悲しみを背負おうとする。なぜ苦しみを背負おうとする。悲しみや苦しみだけではない。お前もぬくもりを覚えているはずだ。Thank you.
前の命はもはやこれまで一番死にたいところで死ぬがいい。負けだ。完全に俺の負けだ。北斗神拳伝承者、相手に不足はなかった。聖帝の顔、まるで子供の顔みたい。うん、お前先生、うん、先生昔のようにもう一度ぬくもりを、うん、誰よ愛深き。Thank you.